いいね。目にはついてるみたいな。ま、恥ずかしい。お父さん撮って。テレビに映す前に撮ってよね、そういうのは。じゃあカメラ目線ください。カメラ目線でーす。顔。すごい変顔だった。お化粧も学びたいわ。あら、お母さんが教えてあげようか。いや、お父さんに教わる。いや、何それ変なの。ちょっとこれは放送できないね。ねえ、なんでミミちゃん、あなたはいつも耳がひっくり返るの？戻ったね。なんか変な折れ方しちゃって、はい、ね、わざとじゃなくて、うん、勝手になるもんね。勝手になるよね。さて、これが私のトレーダーマーク。耳はひっくり返って好きな。こっちは治るけど、こっち治んないね。治んないね。右の方が柔らかいんだよね。それか左の方がなんか癖が深い。折り癖が。ミミさん、いいですね。牛カーボール。紐がついてたり、もう紐食いちぎっちゃったって言ったら噛みちぎっちゃった。食っては食う前にちゃんと回収しとった。テニスボールはかじらせてもらえないからね。テニスボールちょっとケバケバしたもんね。こんだけやってもこっちの耳まだひっくり返ったもん。耳がひっくり返ったまんま。眉間のシワの寄せ方は耳すけですね。みーさん、たまらない。これみーちゃん、久々にその声てる子は誰ですか？ルーシー。ルーシー、カルシバのルーシー。でもこれそろそろちょっと母音が怖い大きさになってきたね。まあ大丈夫じゃん。布は読み込みにくいでしょ。時よりカメラ目線を送っちゃう。久しぶりのね、ルーシー。可愛い顔してる。ルシバのルーシー。邪魔しない。私が今ヤキリってやってる。やだ怖い。ルーシー。同族じゃん。持ってくるのは何だろう。お母さんむせた。あれなるし。ほな、なんか牛革みたいなの。これは牛革の紐ですね。ちょっと解説が必要な感じで。いや、牛革の紐に集中してみる。牛革の紐。そう。もうちょっと誤飲が怖い大きさになってきましたね。カメラに背を向けてるの？あ、反抗期。何？どういうこと？かわいい、抑えられてない、抑えられた。ソファーは私が占領してるのか。お父さん、座らないで。じゃあ、大きいソファー買いたいね。私も反抗期。お父さんと一緒はやる。洗濯物はお父さんと分けて。知らないだろうけどね、毎朝使ってるバスタオルはみんな一緒に洗ってんだよ。ミミは知らないだろうけどね、ミミがバブバブの頃、お父さん間違えて一回ミミの体拭くバスタオルで体拭いちゃった。お風呂上がりなんか臭いとか、ちょっとなんか違う匂いするんだよなと思って。嘘だ、全然気づいてなかったでしょ。
頃さ、言っちゃあれだけど、うんちまみれによくなちゃんと洗ってたからね。何の話、うんちって言い方。お母さん、嬉しい、これ楽しみ。まあ、みみちゃん、それはどうなんですか。いいね。何がついてる。ま、恥ずかしい。お父さん撮って。テレビに映す前に撮ってね、そういうの。テレビじゃないですよ。テレビ。あー、みみちゃん。耳初期。牛カボールキャッチ対策。お。やる気ないかもしれない。寝起きだ、寝起きだから。キャッチ。カメラ目線ください。カメラ目線ね。顔すごい喧嘩。変顔とかひどい。私いつも真剣なの。真剣な時は耳がひっくり返っても気づかないの。ね、換気しないとね。まあ、かわいい、ミミさん。何？顔怖いよ、ミミ。かわいい、キラキラの目ですね。お父さん見てるのね。なんか変なこと期待してない、この。まさか。みたいな。ペロペロしてるもん、違うよ。ご飯炊きたかったでしょ。私のニューヘアスタイルどう思う？お父さん。ニューっていうかもう割と定番ヘアスタイル。ね。お風呂上がりこの髪型にしないと。本当エルフみたい。オキシオも学びたいわ。あら、お母さんが教えてあげようか。いや、お父さんが教えてあげよう。何それ、変なの。だってでももう自前のアイラインがパッチリパッチリ目力メイクができてるじゃないですか。ねえ、アイライン、アイラインって何？うん？あなたのそのつぶらな瞳のことよ。私ファンデがしてる。ファンデ。下地をちゃんと作ってる。チークを塗って。チーク。最後は唇。口紅。黒い口が嫌なの私。赤い口にしたい。赤いの？もう黒いけど。お父さんが覆いかぶさってます。ちょっとこれは放送できないね。ちょっとダメだね。ダメだね。